市の職員や関連団体の方から行政情報や活動内容について伺う広報藤沢 TV のコーナーです。今回は微小粒子状物質 PM2.5 について伺います。スタジオには環境保全課の八木美希さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。最近よくニュースでも耳にする PM2.5 ですが、これはどういったものなんでしょうか。大気中に浮遊する粒子のうち、大きさが直径 2.5 マイクロメートル以下の小さな粒子です。大変小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、健康への影響が懸念されています。2.5 マイクロメートルですか。ちょっと想像がつかないですね。そうですね。1ミリメートルの400分の1程度の大きさなので、髪の毛の太さの30分の1くらいと言われています。あ、じゃあすっごく小さいということですね。具体的にはこう体にはどのような影響があるんですか。喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患のリスク上昇が懸念されています。また肺がんのリスクの上昇や循環器系への影響も懸念されています。心配ですね。その PM2.5 はどのように発生するんですか。 PM2.5 には物の燃焼で直接排出されるものと、大気汚染物質の化学反応によりできたもの、また土壌や海の塩、火山灰などの自然由来のものや、他の地域から風によって運ばれてくるものなどがあります。例年冬から春にかけて濃度が上昇する傾向にあります。これからの時期注意が必要になるということですね。ではどのくらいの濃度になると体に悪影響を及ぼすんでしょうか。人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として、1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であるという環境基準が定められています。あまりピンとこないんですが、藤沢市内の濃度を知ることはできるんでしょうか。藤沢市では2013年9月1日から市役所で測定を開始しました。測定結果は神奈川県のホームページで、県内他地域の測定結果と合わせてご覧いただけます。観測を始めてから先ほどの環境基準値を超えた日っていうのはあるんでしょうか。はい、1日だけ2月26日に超えました。その時には日平均値で1立方メートルあたり36.8 マイクログラムを測定しました。そのように高濃度になりそうな場合、事前に知ることはできないんでしょうか。環境基準とは別に国の暫定指針値を超えると判断された場合、神奈川県から高濃度予報が発表されます。また市ホームページの環境保全課のページからも県や国の情報をご覧いただけるようリンクを貼っています。では高濃度予報が発表されたらどうすればいいですか。不要不急の外出はできるだけ控えてください。外に出る場合でも長時間の激しい運動はできるだけ減らしましょう。また屋内でも換気や窓の開閉は必要最低限にとどめるよう心がけてください。特に呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児、高齢者などは体調に応じてより慎重に行動することが必要です。わかりました。マスクの着用は効果ないんでしょうか。医療用や産業用の高性能な防塵マスクを空気が漏れないように着用すれば効果が期待できますが、一般的なマスクには様々なものがあり、効果はまちまちだと考えられます。やはり外出を控えることが一番ですね。では八木さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ホームページをよくチェックしながら快適に春を満喫したいですね。